はい。シュプリンムプラスです。じゃあ今日は人気ランキングやっていきたいと思います。今週はシュプリーム23年 SA シーズンの Week 15ですね。バンズとのコラボ、バンズの新作スニーカーが発売予定、それからレギュラーアイテム合わせて全部で19アイテムが発売になると。その19アイテムを現在シュプリームプラスのウェブサイトで行われております人気投票の現時点での投票結果をもとに、人気のアイテム、それから人気のカラーなんかも解説しながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 はい。こちらはシプリングプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひこの機会によろしくお願いいたします。えー、ということで、人気ランキングをやっていきたいと思います。今週は19アイテム発売予定。19位、ボクシー、ボクーパイピングアーチフーデッドスウェットシャツ。えー、価格も出ておりますので、確認しながら、価格29,700円で、えー、パイピングのフーディー。 こちらが今期レギュラーアイテムの中では最後のフリですね。えー、この4色で発売予定。これが19位。回、えー、の方はサクサク見ていきたいと思います。18位グラディエントメッシュジャージーそして17位グラディエントメッシュバギーショーツ。えー、セットアップでランキインしていると。えー、ジャージの方がトップスが15,400円、ショーツが16,500円でグラデーションが効いたシンプルなフットボールジャージのセットアップ。 えそして16位、スウェードバイザーキャンプキャップ。えー、こちらは、つばの部分がスウェードの切り替えになったツートンカラーのキャンプキャップ。価格9900円で、非常にカラフルな配色で発売予定と。えー、そして15位、えー、レーシングシックスパネル。 価格は8,800円。アルファロメオとかフェラーリとかグッドイヤーとかその自動車関連メーカーのロゴデザインをパロディーでサンプリングしているというものですね。えー、イタリアンブランドが多いのかな、えー、なので、まあ、ちょっと綺麗めなファッションとかにも合わせやすそうなイメージですね。えー、なのでネイビーとかイエローとかこの辺が注目カラーになってくるんじゃないかなという感じがします。えー、そして14位、えー。マスタングバスケットボールジャージ。 価格1万9800円で、野生の馬をグラフィックで落とし込んでいると。バックに FTP ロゴ。そしてリバーシブルにもなるというアイテムですね。カラー3色で発売予定と。そして13位、トレードマークデニムシャツ。価格2万5300円と。こちらはイエローと、あと、定番の ボッシュドブルー、それからウォッシュドブロック、この3色で発売予定なんですけども、えー、イエローのデニムのアイテムって結構珍しいですね、イエローカラー。えー、そして12エンブロイダードブリームクラッシャー。えー、価格は9900円で、つ、え、ば、ー、の部分をぐるっと一周、オールドイングルスのロゴがロゴ刺繍が入っていると、これ囲むように。 カラーは5色発売予定なんですけれどもパープルとかイエローとか明るめのカラーは結構注目ですね夏のシーズンはそれからブラウンカモが出るとこのカラーも注目カラーあとはまあブラックは定番で人気でしょうね何にでも合わせやすいと黒しか着ないっていう人も結構いますからね11位トレードマークバギージーン先ほどシャツが出ましたけれどもバギージーンズも発売予定と価格は3万3000円 えー、こちらもイエローからの、えー、このバギージーンズ発売予定となっているのでイエローが結構注目ですかねイエローのデニムのアイテムってのは本当に珍しいですねそして10位えジェームスブランドのユーティリティナイフ価格は、えー、15,400円コブ、えー、型のカッターナイフですけども結構いい値段するんですね 1万5400円ということでナイフブランドが作っているだけにしっかりとしたアイテムになっているんじゃないかなと思いますけれどもこちらはパープルカラーアクセサリーはレッドブラックのパターンが多いんですけどパープルも追加になっているよとそして9位ポーセリンジャガー価格27万5000円ということで陶器のジャガーの置物 まあ本当にお金持ちの大理石の床の邸宅とかのリビングとかに置いてありそうな雰囲気ですね。なので、まあ価格もお金持ちプライスになっていると。まあこれはしょうがないですね。まあ手作りというかハンドペイントということで非常にあの手間もかかっているということコストもかかっているのでこの価格になっているよと。27万5千円。9位、すごいですね。人気になっていると。そして、A、8位、ナイロンウォーターショーツ。 価格1万8700円で、えー、スモールボックスの水着が発売予定とタイガーストライプカモーとかも出ると水着は結構明るめのカラーが結構人気になりやすいですねなので、あのー、このピンクとかイエローとか夏にいいんじゃないでしょうかそして7位、えー、マガジンキャンプキャップ、えー、今週はこのマガジンのアイテム他にも出ますけれどもまずはキャンプキャップ、えー、9350円で シプリームブックの表紙ですね。表紙デザインを落とし込んでいるということで。これはこの一色なんですね。マルチカラーのみ。そして6位。エトーナルロゴタオル。価格15,400円で大判のタオル。ビーチタオルサイズの大判のタオルが発売予定と。カラーは3色発売になるんですけれども、注目カラーはレッドとグリーンかな。 多分グリーンが結構良さげですね、なんかね。えー、5位、アンブロフーデートアナラク。えー、アンブロのアイテム。これも今シーズン、これが最後ですね。アンブロのアイテム、今シーズンいろいろ発売になりましたけれども、えー、トラックジャージであるとか、あとサッカー、フットボールショー、えー、セットアップか。 フットボールジャージのセットアップなどが発売になりましたけれどもこのアノラックが最後出てくるよと、えー、ツートーンカラーで、えー、3色出るんですけどバックにシュプリームのロゴ大きめに入ってるのこれがポイントかなり高いですね、えー、このブルーとグリーンのツートーンこれが一番注目カラーになってくるんじゃないかなと えー、ルックブック画像出ておりましたけれども、こちらのカラー。えー、これから梅雨のシーズンにも使える耐水性のポリエステルを使用しているということですので、えカラー、あとベージュ発売になります。あとブラックですね。なので、あの、このグリーンのツートンと、グリーンブルーのツートンと、あとこのベージュカラー。これが注目カラーですね。えー、そして4位。えー、マガジン SS シャツ。 価格2 5300円で先ほどキャンプキャップはマルチカラーのみでしたけれどもこちらのレイオンシャツはブラックモノトーンカラーも出るとえまあおそらくこのマルチの方が人気になるとは思うんですけれどもブラックのモノトーンもロゴだけはレッドで入ってるんですねスプリムのボックスロゴだけはレッドで入ってるという仕様になっているとまあおそらくマルチの方が人気でしょうねただね えー、そして第3位、今週のトップ3。第3位はバンズ・ダラー・エラー。今週はバンズとのコラボ。えー、まずはこのダラー・エラー。1ドル紙幣のデザインを落とし込んだエラーが発売になると。ローカットのシューズですね。デッキシューズみたいなやつの。 え、バンズの非常に定番的なアイテムですけれども、エラが発売予定と。これはもう完全に総柄で1ドル紙幣を落とし込んでいるというデザインですね。これは単一色のみ発売予定と。え、そして第2位はバンズのスケートグロッソミット。え、価格はエラが13,200円で、え、グロッソミットが15,400円。え、グロッソミットの方は3から発売予定と。まずこのホワイト。それからブラックと、え、ピンク。 この3色で発売予定とソールのカラーがすべてブラックなんですね今回はスケートージェフ・グロッソのシグネチャーモデルということでミッドカットの,あのバンズといえばやっぱスケハイが非常に有名ですけれどもミッドカットのグロッソミットで今回は発売予定となっているとでカラー3色出ますけどやっぱり一番人気はブラックになってくるのかなと いう感じがします。ただ、ブラックはそれなりに数は多いでしょうから、このホワイトとかピンクとかの方が数少ない可能性ありますね。なんで、売り切れる速度はちょっとわかりませんけども。ホワイトも結構可愛いですね。なんかソールとのコン,ストコントラストがなかなか良さげですね。引き締まった感じのシューソールになっていると、ブラックで。えー、ということで、第2位、えー、グロスソミット。そして今週の第1位は、バンズを抑えて、第1位はこちらです。 カート小判セーター。これが今週の第一位になりました。やっぱりすごいですね。カート小判の人気。価格29,700円。立ち上げで T シャツ発売になりましたが、非常に人気になりました。で、まあ、このもう一つ、このセーター。フィッシャーマンセーター。これはプレビューで国会時から非常に注目のアイテムでしたけれども、いよいよ発売になると。後ろは非常にシンプルな。 何もないんですね前にカード小判の肖像がプリントを大きく大胆にプリントされているとこちらの画像ですけれども、えー、プリントされているというところで着画はこんな感じですね非常にインパクトありますねかっこいいですね、えー、ということでこれが第1位になっているとカラーは1色のみホワイトのみが発売予定となっております とということで、今週の人気ランキングは1位にカートコバンセーター2位にバンズスケートグロスソミットそして3位にバンズのダラーエラーという形になっております4位、マガジン、SS シャツ5位にアンブロのアナラックということで非常に順当に人気順位になっているんじゃないかなというところで19アイテム、今週はいろいろ粒揃いですね楽しみな週末になってきそうだと。 いうところで今日はこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。